菊池選手、準優進出おめでとうございます。ありがとうございます。予選4日間、はい、振り返ってみてどうですか。ちょっと今日前半ね、お客様にも、一緒に走った人にも迷惑かけちゃったんで、そこは反省しますけど、あとはまあ大方順調です。モーターに関したらもう満足です。満足、はい。どこがいい、ここがいいって何あるの。そうですね、ちょっと途中出足回り足だったんですけど、今ちょっと行き足から伸び寄りになってきてて、で後半今日の最後のレースはちょうどバランス取れたいいとこだったと思います。でも明日に順位に向けての作業とはもう、まあ、枠とメンバー次第ですけど、まあ外枠っぽくなりそうなので、まあ、メンバー次第ではちょっともうちょっと伸び寄りに戻していってもいいのかなって気持ちもありますね、はい。こう4日間走ってみてスタートどうですか。見えてる、かなり見えてる方だと思います。はい。ってことはスタートしてる時の足色もなんかしやすいですね。いい感じ、はいはい。じゃあもう明日は順位に向けての作業は微調整。そうですね、まあメンバー見てから、作戦考えますけど、はい、はい。ではね、明日の順位の意気込みをファンの方に一言。そうですね、ちょっともう一回しっかりまくりたいんでまくってみたいと思います。682ちゃんいいな、680ちゃんにしようかな。選べるってすごいね。レジャーチャンネルも最大8つのレース生中継や面白い役立つ番組がたくさん。すごい楽しい JLC。